引っかかったんやえ放送倫理委員会放送倫理委員会にそうとまあでもある種芸人としては名誉でもあったりするしああまあね昔はそれこそドリフターズが常にねそうなんですよねそういう風にさらされてたとかそういうの聞きますけどまあ別にそれをよしじゃやったぜとは思わないはい。ああなるほどね青少年の育成をおもんぱかってはんねやとはいまあまあそうでしょうね だからそこに関してはすみませんでしたとまたやりますわいやそうなんです青少年をおもんぱかる気持ちはもちろん大切やけども青少年をおもんぱかるばかりに10年の食いち減らすのはよくないでしょいや確かに確かにそれはそうですそれは理屈が通らんや非人道的な行為これじゃそれで食ってるわけやからお尻にロケット花火当てて飯食ってるわけですからそうですよ 確かにあれ、まあ、その絵的には衝撃的な絵ですけどそすねそうだったね、ほんま似たかったしね三連発でしたよ、ね。三連発で、三発目がなんかね俺のちょっとっ届く、間に止まっちゃって暴発するっていうすごいことだったのねうん。いや、あれでもほんまにすごかったなちょっと前もね、あのー、健康場さん <laughs> うん も事故でしたけど眉毛燃えてなくなってましたあれはだから報道が眉毛ってなってるけどまつげやってんけどねあそうなのそ右目のまつげが全部なくなったんだよバンとええ燃えてね同じ番組ですもんねそうなのよいやすごいっすよねでもほんまにんかあのほんまに今やっぱりなかなか規制も厳しくてそうそうちょっとねハードなことがしにくくなってますけどあ 年末のあの番組のあそこだけちょっとなんかこうバッとちょっときついことやるじゃないですかやるね、はあ、今どきじゃないようなことあそれがだから面白かったりするんですけどねそこはねホント BPO の皆さん頼ますわ<はー> <laughs> いやいや本当にぜひ中年のね食い縁減らさんといてくださいそうですね <laughs>、はい